見た目とは裏腹に天才でございます。見た目とは裏腹って失礼か。今日はね、ちゃんとスタイリストさんに髪をバシッとセットしてもらって、ラメまで振ってもらってね、キラキラしております。まあ僕らもだけどね、彼ね、どんなお題でも瞬時にそれを音に変えて表現することができるという特技を持っております。せっかくセロリなので、ちっちゃな子供がね、セロリを食べてみようかな、食べてみようかな、いやでも怖いな、どうだろう、ちょっとだけ食べてみようかな、パク、いやあんまり美味しくないな、いや、ん、あれ食べてみたら意外と美味しい、むしゃ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 というのを今からピアノで表現します。よろしくお願いします。今触ったり話したりしてる。ちょっと食べてみようかな。あまり美味しくなかった。勇気を出してみてるよ。無事食べられたみたいです。結構美味しいね、セロリ。やれるだけ。
40点だな今ちょっと情景が伝わってなかったな。